それでは知事お願いをいたします。私から真っ最初にございます県立石見美術館の特別展のご案内をさせていただきます。7月23日から8月29日まで、ほぼ夏休み期間ですね、夏の特別展、松江泰治 JP32 を開催いたします。松江泰治さんは、独特の視点で各地の風景を撮影する写真家でありまして、国内外で活躍しておられます。JP32 の JP は日本、それから32はこれは島根県を表す都道府県番号であります。この度出雲地方と石見地方を写したこの JP32 の全展を収蔵したことを記念いたしまして、40点を初めて一堂に公開をさせていただきます。松江城や石見銀山の史跡など、上空から撮られた写真の数々はこの本県の自然や文化などの特徴を鮮やかに浮かび上がらせている素晴らしい作品でございます。よく知っている場所のいつもと違う角度から見た風景、表情をお楽しみいただきたいということで、多くの方々にご来訪いただきたいということでご案内をさせていただきます。私からは以上でございます。ご質問をお受けいたしますので、ご質問のある社の方は挙手をお願いいたします。はい、どうぞ。山陰町新報社です。よろしくお願いします。はい、お願いします。全国で感染拡大が続いている中で、政府が引き続きその行動制限に慎重な姿勢を示しているところであります。各県知事もこの点についてはこう考えが分かれているところであると思うんですけれども、知事として改めてこの点についてお考えを伺えればと思います。よろしくお願いします。行動制限なしで、行動制限をせずにですね、医療逼迫、医療崩壊、これはこれ自体が問題というよりは、それに伴って、医療上の手当が必要な方が医療を受けられずに、この症状悪化されたり、この最悪の場合は命を落とされるというふうなことが発生しないということが、達成できるというふうに政府は大思いだということなんだろうと、今の感染状況をそういうふうに捉えておられるというふうに、逆算的に考えればそういうことなんでしょう。そういう非常にその今後の推移に対して、希望的楽観的な見立てが正しいのかどうかということについて疑問を感じると、決して医療逼迫、医療崩壊を起こすけれども、行動制限はしないということはよもや言われないと思いますので、見立てが正しくないのではないかと、非常にその今の感染状況を、その対する評価が、正しくないのではないかというふうに、各地の感染者数の状況をですね、見ますと、そういうふうに感じざるを得ないというところであります。ありがとうございます。こうしたその政府のスタンスが変わらないとした上で、改めてその島根県だったり、地方からこう求めることというのは、政府に対してですね、どういったことがありますでしょうか。島根県知事としては、これはご批判もありますけれども、早い段階で、飲食の人数、時間の制限、そういう制限を設けてやって、そういう設けていただくように、いわゆる県民に対する、自粛要請
お願いをさせていただきました。まだまだ週が明けるごとに、過去最高を更新する状況で、県民の皆様には大変ご不安を抱かせるような状況が続いておりますけれども、私自身の評価といいますか、島根県の評価というのは、どういう期間で捉えるかって難しいんですけども、分かりやすく捉えれば、1週間ごとに大体過去最高を更新しているわけです。その増え方ですね、その増え方というのは、2倍を超える状況から、今は例えば、先日の過去最高がおおむね1600、その前週が1270、1300ですね、約。つまりプラス300に対して、前週が1300ですから、2割から3割の間、1.3 倍とか 1.2 倍の間になっているという状況でありますから、県民の皆様のご協力をいただいて、爆発的な感染拡大が継続をしていくという段階を乗り越えることができたんじゃないかと思っています。つまりその放物線ですね、こういうやつです、こういうやつのこうが続いていけば指数関数ですね、こういうものが傾きが下がっていくという段階に来ている可能性が高いわけです。そして感染者数は増えておりますけれども、捉え方ですけど、今公表している数字は病床利用率が 40% ぐらいで、この感染者数が増えるごとにこの病床利用率が切り上がっていくという状況は避けられているということを考えると、なんとか医療逼迫というか、医療崩壊的なことというのは避けられる可能性というのは相当高くなってきたのではないかというふうに評価をいたしております。したがいまして、島根県としては政府に対して、より強い措置が取れるように政府の追加の対策を求めていかないといけない、そのいわゆるその感染拡大防止のために、社会経済活動の回復、傷んだ経済の回復のための支援というのを求めていかないといけないと思いますけれども、感染拡大防止ということをやっていくために、政府に対して、もっとお墨付きをくださいというふうに言わなきゃいけない状況には、出したというふうに思っておりますので、政府に対して島根県のために、島根県知事として、こうすべき、今の姿勢じゃ困るというふうに言う必要はなんとかなくなったんじゃないかというふうに思っておりますので、他の県がそれで済むのかどうかという話は、これはもう私は評価を避けますので、島根県としては政府にその感染拡大防止策の追加を強く求めていかなきゃいけないという状況は脱しているというふうに思っておりますので、今の島根政府の全国に対する楽観的すぎるのではないかという認識は、これは評価でありますけど、島根県の中を見ればこうしてもらわなきゃ困るというふうに言うことは言わなきゃいけないことはないですね。逆説的ですけど、政府に頼らずとも県民の皆さんの協力をいただいて、なんとかこの急激だった第7波の波を乗り越えれるのではないかというふうに、残念ながらこれはあと2週ぐらい増えると思いますよ。あと2週とか、今 1.3 とか 1.2 ですからね、それがいきなり来週 1.0 になるかどうか分かりませんから、来週も多分週明けの数字が1600よりも増えると思いますけども、それ
その種ももしかするとちょっと増えるかもしれませんが、その増え方というのは、刻みが小さくなっていくと。で、それを今のやり方で、なんとか医療逼迫等を招かずに乗り越えられるのではないかと思っておりますので、島根県の置かれている状況を理由として、政府の今の認識とか対策を変えてもらわなきゃ困るというふうには言う必要がないです。全国がそれで済むかどうか知りません。他の地域がですね、はい、ありがとうございます。先ほどその飲食店の利用制限の話があったと思うんですけども、現状まだ続いておりまして、この点についてはその飲食店の経営がかなりまた圧迫されているところもあるんですが、今の状況で10人20人の予約が入ると思います？松江市内、出雲市内、それはなんていうかその誹謗中傷だと思いますよ。私が4人以下と言ってるから4人以下になってるじゃない。それも県民の皆さん聞いてみなさいよ。私の自粛要請で本来できるやりたいことが止められてると思われてる方っていうのはおられるでしょうけど、そう多くはないと思います。その質問のリード文は正確じゃないと思います。私が言わなくてもそもそも4人以下だったらいいということですら甘いと思われている方がたくさんおられる。そもそも不要不急の外出自粛じゃないかと言われる方だっておられる。つまり不要不急の外出自粛というのは飲食利用なんか避けてくれというふうに県知事として呼びかけるべきじゃないかという方だってたくさんおられますよ。今回のその感染者数のレベル見てくださいよ。何のためにあなたグラフ見てるんですか。6波と桁違いでしょ。6波で4人以下なんだったら、この7波はゼロじゃないかというふうが、それが比例原則ですよ。それを4人で、4人以下だったら結構ですというふうに言ってるというのは、どちらかといえば、厳しくものを見る方からすると、感染拡大防止に対して緩すぎるという批判すら受けている状況だと私は思っています。私は私が4人と言ってるから、4人以上でたくさん利用客がおられるはずのものがなくなってるっていうのは、そういうケースがゼロじゃないでしょうけども、申し訳ありませんけど、今のこの感染状況で、そんなことを考えておられる県民はほとんどおられないんじゃないかという認識ですので、ぜひ認識を正していただきたい。正すは性格のせいにということです。ありがとうございます。ということで、つまり何を言いたいかというと、結局のところ感染拡大ということが飲食自体の需要を萎縮させている。ということに伴う影響というのは大きく出ている。これは認めます。従いまして、その需要を喚起できる環境で、その需要喚起するためのツールをもう準備していますので、その飲食を4人以上とか、我々は引き続きその感染状況が収まっていく度合いに応じて、4人とかという数字というのは当然上げていくつもりですけれども、そういった状況の中で、需要喚起をしてもらう。ここで抑えた消費を後日、後ろ倒しで使っていただくという対策で、乗り切るというのは、繰り返し申し上げているところですから、そういった形で対応していきたいということが、飲食店の休業というのは、十分に理解していますけれども、その原因というのは、それは感染拡大によるものだと、基本は、と思ってますので、感染を、ある程度収めた段階で目安を緩めて、そしてこの消費に向かってもらうということについて呼びかけていったり、その用意しておりますプレミアムの飲食券の利用を通じて、そういう需要を後ろ出しをしてもらうということを県民に呼びかけていくということで対応していきたいというふうに思っております。ありがとうございます。それからもう一つ申し上げると、今、
クラスターの数がですね、言われるときに保育園、学校、それから高齢者施設、病院といったところ、これが多いから、飲食が少ないじゃないかと、飲食店のクラスターは少ないというふうにおっしゃいますけれども、それはこれはよくよく考えてください。今申し上げた施設というのは、利用者が特定されている、継続して同じ人が同じ場所に通っている、また同じ人が同じところに滞在している施設ですよ。わかります？つまり病院とか高齢者入所施設であれば、もうその検査を受けたことを施設側も知っていて、でそして陽性となれば施設側もわかる。したがって施設側として何人ぐらい感染が出ているかということが必ずわかるわけです。学校も保育園も通園している方、その登校している生徒さんが感染したら休みますから、で連絡入れるでしょ。だから学校とか保育園というのは、その自分の園でどれだけ感染したか分かるわけですよ、必ず。でも飲食店というのは、従業員にしかそういう関係がないんです。不特定多数の人が折々、時々使うだけですから、自分が感染したからといって、必ず利用した店舗に自分が感染しましたって連絡してくれたら限らないでしょ、義務もないし、今そういう調査も保健所できないんだから、出てくるわけがないんですよ、今。仮にそうだとしても。だから出てきやすいところ、その判明しやすいところで判明している、そういうその利用者固定型の施設がきちんと数字を把握できて、そうでない不特定多数の方が利用される施設っていうのは、判明しにくくなっていると、私は思っています。なぜならば、あらゆる今は家庭内感染が主だと言われますけど、家庭で自然発生で感染は発生しません、絶対に。家庭の中に誰かが持ち込まない限りは起きないんですよ。誰か。それは普通に考えれば、行動範囲、会う人の範囲が固定されていない、活動範囲が広い大人ですよ。大人は一体どういう時間の過ごし方をしているかというと、仕事か、アフターファイブでしょ。仕事で、その換気対策とかをやっているところでも、事業所だって、その感染なんか広げたくないから、対策をやっているところでもやっぱり、クラスター起きてます、事業所で。でなおかつ、そうするとアフターファームのところでも起きてないと考える方が不自然でしょ。対策をきちんと取っているところ、雇用契約に基づく指示として、いろんなことを求めている体制でもやっぱり起きるわけですよ。そうするとアフターファイブでも、アフターファイブでは起きないなんて考えられないじゃないですか。大人が家庭に持ち込み、家庭からその学校等に広がっているというルートの中で言えば、大人の生活の中で家庭に持ち込まれているんだから、家庭が一番多いのであればね、そしたら大人の行動の中で示される類型をすべて疑うのが、申し上げると、公衆衛生としてはそのマストですよ。だから飲食が関係してない、すみません、外しますからね、マスク会食、みんな徹底したわけじゃないから。どうすればそこを疑わなければいけないということですよ。だから私はクラスターの数として飲食店が出てきにくい状況で、その数が少ないから飲食店で感染が起きてないという証拠になるとは思ってない。これだけ市中感染していて、マスクを外してない場所で、外している場所で、感染が広がってないとは思えないので、私はだから時短とかではなくて、仮に感染者が気づかずに入っておられたとしても、メンバーの中にそこの中でその感染が広がるだとしても、4人以内で8人以内で収まるようにということで人数制限をすることが一番合理的だと思ってやってるんです。お願いしてる。で私は、ちょっとこれは事後的に出ないと検証できませんけど、そういうことを通じて、感染の、これはすみません、たらればの話なので、もしこんなことをやらなかったらどうなったかということは実験できませんけど、そうすることで、感染の最大値、要するに医療逼迫を防ぐということは、
波の高さ、山の高さを低くするということですよね。多ければ多いほど逼迫するわけだから、感染の波の大きさを抑えていることができているという意味で、こういう独自の対策を早めに講じたということが、今、この状況で、爆発的なその感染の拡大の継続ということを回避できている大きな要因だと思います。感染拡大は普通に考えてください。沖縄県の方が先行したんですよ。沖縄県の方が先行しましたよね、水準としては。で、2番目に島根県行きました。おそらくもう2番からそろそろ脱すんじゃないですかね。我々は少なくとも沖縄県のようにならずに済んだと。それは沖縄県は沖縄県の事情があるので、どっちが良かいいとか悪いとかっていう評価ってできないかもしれませんけど、少なくとも沖縄県のようなパターンになることについて県民の皆さんが望まれてたわけではないと思いますので、そういう県民の皆さんが望まれなかった状況というのを県民の皆さんの追加のご協力を得て、なんとかできそうな状況になってきたというのが私の認識であります。それは痛みを伴うものですけれども、でもこれはこれだけの感染者数が出ていれば、県が要請しなくても、県知事として要請しなくても、その飲食への影響というのは、避けられなかったと思いますから、それは どっちのせいだとは、その数字で区切り分けもできませんので。ともかく感染拡大で生じた飲食行動の自粛の影響というのを後で取り戻さなきゃいけないということについては、県行政として、この県内の経済振興のために果たさなきゃいけない大事なその政策課題だという認識のもとで、取り組んでいきたいというふうに思っております。ありがとうございます。質問の準備もそういった内容でしたので、すみません。あとちょっと話題が変わるんですけど、保健所の支援体制、今、県の方でも組んでいらっしゃいますが、現状のその支援体制の状況を伺いたいのと、あと、そういったその一般職員の方をそのサポートに当てている中で、県庁自体のその業務の状況というのにどのような影響が出ているのかというのをお尋ねしたいと思います。県の、支援業務は、これは健康福祉部の方で、この保健所業務支援班と。支援室だったかな、組織名、支援班ですね、支援チームを作って、その各部とこの健康福祉部の調整をしてもらって、迅速にこの規模拡大もできておりまして、さまざまに滞っていた、特に最初、立ち上がりの段階で滞っていた出雲市、出雲保健所の連絡業務の停滞を解消し、そして他の地域でも感染が続いて増えたことに伴って生じた遅延を、このすぐにこの本庁に移管することで、遅延を最小限にとどめることができているというふうに思っております。で、業務については、もうこれは甚大な影響があるでしょう。これは例えば2週間仕事が止まったから、後で2週間ずれるだけかって、そういう仕事じゃないやつもあるわけです。この時期にこの仕事をしないと、3ヶ月遅れるとかっていうことを、1ヶ月遅れるとか、ものによっては、この時期にこの条件をクリアしないと、年度が遅れるというものはあるでしょう。それは仕方がないです。医療逼迫を起こしても、その医療崩壊を起こしても、それでも島根創生計画をそのまま予定通り続けてほしいとか、島根県の予算を滞りなく、当初予算をすべて執行してほしいというふうに県民は望まれておられません。これは災害です。県民の命が失われるリスクがある災害ですから、それはこの前の大雨だって、ね、床下浸水が何件かでしたけど、やっぱり人的被害があったらそれは大事ですよ。人的被害があるかどうかっていうのが災害の甚大さの一番のポイントですからね。そういう意味で、この人知が及ばない、直接人知が及ばない、自然現象じゃありませんけれども、感染拡大というのは、人間が直接コントロールできないので、純災害ですよね。災害時の対応をしていると。BCP と同じです。災害時には、災害対応を優先して、他の業務も止めていくと。そんな考え方ですから、
正直言ってどんな影響が どこに生じているか私も把握していません。その後から整理してその後考えればいいんです。災害時にそんなこと考えて仕事してたら仕事にならないから。ということで、まあ、それは影響あるでしょうね。大きな影響があると思います。でもそれは取り戻せないものは年度を送る。それは働き方改革との兼ね合いもありますからね。後で残業いっぱいして取り返してくれっていう時代じゃないですから。それは取り戻せる範囲で取り戻してもらって、取り戻せないものは年度を送ったり、時期を送ったりして、まあ、調整をする。でそういうことが効かないものは遅延が起きないようにものを選んでるはずですから、各部で遅らせることができる可能なものを遅らせているということですから、まあ、影響はありますけど、その深刻な影響は生じないはずです。ありがとうございます。現状の体制は100人よりまた今さらに増えている状況で対応していらっしゃるということですか。ですね、なんだかな、県の体制としてはこれかな、140人体制に今しているところですね。最初は110でしたっけ、立ち上がりは。85スタートでしたね。85スタートで今140ですので、これも全数把握なんてやめればいいんだということを言う人が、まあ、県内ではいませんよ、全国的にはいますけど、我々数を数えるためにやってるんじゃないんです。数を数えるためにこんなことやってるんじゃない。陽性だと分かった人に早く連絡をして行動を止めてもらう。濃厚接触者にも、特にその家庭、同居の家族にも同じことをやってもらう。それを通じて余分な感染者を出さない。そしてその感染者の方の基礎疾患、まあ、年齢を当然確認する。で高齢化、基礎疾患を有しているか、そういうことで入院してもらうべき人かどうか、自宅療養で足りるのかどうか、宿泊療養に行くべき人かどうかの選別を早くして、早く適切なその体制を決めて、入院させるべき人を入院して早くその重症化を防ぐんです。重症化、これをもってしても残念ながら高齢者の入所施設、福祉施設、まあ、福祉入所、まあ、特別養護老人ホーム等などですね、またその病院のクラスターが発生してますから、そこで発生した患者さんの中にはやはりその、まあ、亡くなられている方が最近、多いですから、まあ、それは そういう要因ですよ。でただそれは申し訳ないけども、はっきり申し上げますけども、保健所とか病院、まあ、医療にたどり着くことが遅れて発生した死亡例はないという認識であります。これが遅れていけば重症の人を見逃したり、あとその全数把握をしなければ重症で入院をしなきゃいけない人を自宅で放置したり、で治療が遅れることでなくなるっていう、その、まあ、避けられる死亡を避けられないということが発生するので一生懸命やってるんですね。これは県民の皆さんの命を守るということのために、まあ、必要だということで、まあ、こういう体制を取らせてもらってまして、まあ、これ以上の感染拡大、今回の感染拡大が6波の何倍ですからね、まあ、200だった数字が今、1600、だから8倍ぐらい、まあ、次に8倍になって同じことができるかどうかって、それは自信がないですけど、まあ、とりあえず今回はなんとか本庁職員の皆さんを動員することで、まあ、クリアできそうだ、まあ、そういうことです。ありがとうございます。先ほど、まあ、亡くなられた方の話が出たと思うんですけども、まあ、これまで県内でもこう34人の方亡くなっていらっしゃって、まあ、実際にこうどういった症状だったり状況で、まあ、亡くなっていらっしゃるかというのを改めてちょっと紹介できる範囲でいいんですけども、ご説明いただければと思います。いや、それはもう個別の話なので申し訳ありません。ただ
医療に移ることが遅れたことが原因で死亡につながったという事例は、まあ、この7波においてないというのが私の認識、そういうことですね。まあ、30何例、全部すべて覚えてませんけど、このところの死亡というのは、要するに何かというと、高齢者施設、それからやっぱり病院の中でもやっぱり療養型の病院というのは、本当に高齢の方が入られてますからね、そういうところで、そのクラスターというか、院内感染とか、その所内感染が、集団感染が起きれば、それは、要するに風邪をひいても、その命に関わるような、もともと虚弱な状況におられる方が、それはコロナにかかれば、それは同じような状況になりますから、まあ、そこを最優先で、我々はその濃厚、積極的疫学調査とか、その幅広検査っていうのは、そういうところを優先してやるようにしてますけど、そこだけを守るってはいかないんです。なぜならば、職員さんはやっぱり、職員の皆さんは、通っておられる職員さんがおられて、そこには家族もおられて、その家族は社会活動をしているわけですから、いくらインフルエンザだといったところで、結局は病院とか介護施設ってのはそういうわけにいかないんですよ。別に持ち込んだっていいでしょって言ったら人が亡くなるから、やっぱそこはその基本はゼロコロナを目指して、その事業活動をやらなきゃいけないわけですよね。風邪だからいいでしょと。風邪みたいなもんでもないし、インフルエンザみたいなもんでもないですけどね、仮にそうだとしても、風邪だからインフルエンザだからいいでしょってならない職場ですからね。だからまあちょっと話はずれましたけど、まあ、そういうことです。起きる場所、そういう場所で、その感染者数が多数出てしまうと、今回のように、まあ、切り上がる可能性があるんですけど、感染者数に比例して増えてるじゃない。起きてる場所、そういうところでの感染があれば、そこで増える。ただそういうところでの感染が完全に避けられないので、早く介入をして、早く治療に持ち込んで、早く、まあ、それ以上広がらないようにするということを徹底して、避けることができる死亡例が生じないようにすると。いうことを徹底をしているというところです。だから医療逼迫とかという状況というのは避けなきゃいけない。医療逼迫なんかしたら、もうつまりは見落とし、治療の遅れが起きるってことでしょ。雑にならざるを得ない対応が。発熱外来に行ったけど、電話かけても、予約が取れなくていけないわけでしょ。まあ、発熱は2、3日で収まるからって、いう人もいますけど、収まらなかったらどうする、収まるか収まらないか、持病との兼ね合いで、どういう懸念があるかということを含めて、まあ、我々が保健所がやってる、そのうちのこの6階でやってる仕事っていうのは、医療的な確定診断はできませんけど、リスクがあるかどうか、身体状況からリスクがあるかどうかと、要するに病院で診てもらうべきかどうかということの、まあ、目安をつけてやってる。で、それを今は多分大都市っていうのは全部発熱外来に全部行っちゃってるわけですよ。それが我々は電話かけて行ってるところが、まあ多分、まあ、みんなその陽性だからといって行かないんでしょうけど、まあ、結局症状が出れば発熱外来に行って発熱外来に殺到してる。そんなことが生じるぐらいだったら、我々がマンパワー投入して、我々は連絡をして、対応するということで、発熱外来等の逼迫を防いでいるということでもあると思いますね。すみません。ありがとうございます。まあ、こうしたことも踏まえて、来週全国知事会議が奈良県開催されますけども、はいはい、まあ、知事としてはどういったテーマで臨んで、まあ、発言を今のところこうされるというふうにお考えが、はい、基本的には構造的な問題として物価高、資源高というのがあります。やっぱりこれが秋におそらく臨時国会が開かれて、本格的な経済対策として取りまとめられて、まあ、予算としてまとめられることになると思いますので。今の島根県内の、特に農業を中心とした厳しい状況ですね、
本格対策をきちんと実行してもらうということの必要性を訴えていきたいと思いますし、加えてコロナの状況によっては、そういうコロナの感染拡大に伴って生じた、先ほど申し上げた飲食等々をはじめとする、その傷んだ経済への対応というところも含めて、必要な経済対策をきちんと実行してもらうと。おそらくこの感染状況ですと、物価高、資源高だけではなくて、コロナの今回の第7波を踏まえた対応というものも、当然、経済対策に盛り込まれてなきゃいけないんだろうというふうに思いますけど、そういう経済対策をきちんと実施してもらうということが一点、それからコロナの今の、その時の感染状況によってになりますけど、1週間ほどありますから、また状況がより厳しくなっているようであれば、そもそもが時間配分を変えて、おそらく知事会議ですけど、知事会議の中で対策本部会議を開かなきゃいけないような状況になっているかもしれませんね。それはその時の状況によって、政府のコロナ対策に対して求めていかなきゃいけないことを、その状況によって言っていくことになると思いますけれども、なんとか今の、この今の流れで進んでいけば、島根県内においては、医療逼迫というものをなんとか、医療、逼迫というのか崩壊というのか分かりませんけど、医療が機能不全を起こしてしまうという状況というのは、なんとか回避できるのではないかというふうに思いますけれども、経済的な痛みというのは確実に生じてますので、そういうことをですね、訴えていくことになるんじゃないかというふうに思います。ありがとうございます。読売新聞の林です。よろしくお願いします。先ほど新保さんの質問の中で、お答えとして、確認の質問なんですけれども、島根県内の感染状況を理由に、政府により強い対応を求めることはないというお話がございました。これ確認ですけど、例えばまん延防止等重点措置であったり、緊急事態宣言であったりという措置も含めてのお話と理解でよろしいですか。そうですよ。わかりました。これは確認の質問でございました。もう一点でございます。先日、自宅療養者の、生活支援の関係で、破損に遅れが生じているということで、食料品、トイレットペーパーの備蓄などを求められたところですけれども、その後、この、遅れの解消というのは見られてますでしょうか。それは、担当課に聞いてください。はい。詳しく承知していません。わかりました。ちなみに、発熱外来の逼迫の方はどうですかね。発熱外来の逼迫の方は、いや、発熱外来になっていただいている先生方からすると逼迫してるでしょ。その患者さんがたくさん来られて、日常の業務を圧迫しているというふうには思いますよ。ただ、すみません、東京とか大阪で言われているような、その発熱外来の逼迫とは生じてないでしょう。わかりました。ありがとうございました。毎日新聞の目野です。ちょっと話変わるんですけれども、ちょっと鉄道に関してで、地方の鉄道路線についてですね、国交省の有識者検討会の提言案として、バスの転換などそういったことも含めて、見直しに協議に入る目安として、輸送密度について挙げられたりですね、そういったことがあって、今月にも提言をまとめるという、報道なんですけども、そういうのありまして、国主導で議論を進めていくみたいな内容だと思うんですけども、詳細はこれからだと思うんですけども、輸送密度1000人未満とかだったら、木次線とか県内では対象に挙げられるのかなと思うんですが、それ、今段階で報道ペースですけれども、知事としての所見とか、お考えをお聞かせください。報道ではね、そう流れてますけど、多分その中身が公表されるのは、多分来週月曜日の会議のようですので、ちょっと今段階ではちょっとコメントが難しいですね。出た段階でコメントをまとめて出したいと思います。方向としては、私は国主導はちょっと言い過ぎだと思いますけどね。国主導は言い過ぎだと思いますけど、
多分主導するのは多分議論を主導するのは JR なんでしょうね、事業者ですから。でそれにきちんと政府も参画して議論していくと、自治体も当然、自治体がその、まあ、基本的に申し出られる側なので、政府もきちんと関与して、国もきちんと関与してした議論をしていくということじゃないかと思います。はい、まあ、方向としては、大きな方向としては報道の内容の通りであるとすれば、当初その議論、この議論が始まった段階の、まあ、よりはだいぶ改善しているんじゃないかというふうに大まかには評価していますけど。はい、TSK 参院中央テレビ、岡部風子と申します。話変わるんですけども、安倍元首相の国葬についてぜひの議論がありますが、丸山知事はどう考えられてますか。まあ、国葬の意味がはっきりしませんので、内閣葬と何が違うのかという違いがあまりちゃんと説明がされてないのでよく分かりませんけれども、少なくとも国民に対して、国民全般に対して弔意を政府として求めるということはしないというふうに政府は言われています、官房長官がですね。なのでそういう意味では内閣葬に近いんじゃないか。ただまあ国葬なので、外交関係のある諸外国に対して案内をすると、これもちょっと内閣葬がどうなったか知りませんから分かりませんけど、まあ、そういう意味で その国葬として国家元首なり外務大臣なり、まあ、そういうまたはそのお付き合いのあった要人が来られると、国葬というものの定義がはっきりしないので議論が混乱していることもあるんじゃないか。で、まあ、内閣自民党層は多分その間違いなく元総理でありますから。実施されてたわけだというのは、これは間違いないことだと思いますので、それが国葬になったことによって、従来であれば自民党が半分お金を出されていたのが出されなくなったということの間違いないんでしょうけど、全額国費になっていくということ、それはお金の使い方としてどうかということなんでしょうけど、賛成か反対かということですか。そういうこと。私はあれは確か国葬は確か国葬令かなんかっていう、その戦前の多分勅令だと思いますけどね、要するに国会を経ない、枢密院を経由して出される、法律相当の天皇の直接の命令ですよね。で、それは多分義務として、その喪に服するというか、休んで弔意を示すということが義務付けられていた形だと思いますけど、そういう形ではないので、そういう意味でその政府が国民に対して、国民の意に反して何かを強制するということはないわけなので、そういった意味でのその問題、同じ国葬という表現でありますけど、中身が違うので、それを弔意を強いるというような形を避ける形であれば、問題ないのではないかと、それをその、内閣葬を内閣葬を、全額国費でやるというふうに決められたっていうことが、なんか実態からすると正しい状況じゃないかと思いますので、国民に対して何かを強いるという意味での、国葬的な要素がない国葬だという考えれば、お金の使い方としてどうなのか、これは賛否両論があるから、内閣、お金、政府がお金を出すべきではないと言われたら、これは政策というのは必ず賛否両論は必ずある、どんな総理でも、どんな政治家でも、それは国民が100人が100人賛成する政策なんかできないので。それを言い出すと、
それはそのみんな対象外っていうことになることになりますよね。だから評価が確定しないとかっていったら、まあ、政治をやられていた以上は当然批判だってある。みんなが賛成することだけをやれば進むことはないので、その批判のある人ある批判があるやられたことに対する批判があるから国葬とか内閣、まあ、国葬にすべきじゃないっていう、そのお金を出すべきではないと言ったら内閣葬だってすべきじゃないわけですよね。で、内閣葬で文句言ってなかった人が、まあ、国葬だと問題だというのは理屈がないと思うので、お金を出すのがおかしいというんだったらのか、まあ、国民に弔意を強いるということを避けるべきだということなのかということが問題であって、お金を出すべきではないというのは、まあ、総理経験者を内閣葬で、少なくとも内閣葬で一定の半分だと思いますけど、まあ、公費負担してきたということからすると、まあ、それが全額になったということをどう捉えるかという問題で、その本質的な問題じゃないんじゃないか。で、その国葬の、戦前の国葬の国民に対して弔意を強いるという問題というのは、それは生じないように政府は対応するというふうに言われているので、その点での批判というのは生じえない国葬だから、まあ、そういう意味では許容できる範囲内、まあ、そのいろんな、その国葬なんだから、戦前と同じこと、その国葬令と同じようなことをやるんだというふうにやらずに、まあ、工夫をされているので、まあ、それは許容範囲ではないかというふうに私は思います。ちょっと今頭の中で今考えたんで長かったですけど、まあ、そういうことです。いろんな問題点の指摘を踏まえ、生じる問題の指摘を踏まえて、まあ、改善してなされる国葬という意味で、まあ、許容される範囲の内容なのではないかと、というふうに思います、はい、ありがとうございました。あ、すみません。朝日新聞の木本と言います。一つ確認なんですけれども、放物線の、コロナの感染者数の放物線が緩くなってきた、はい、こういう ご認識示されましたけれども、はい、これはまあいち早くその人数制限とかというようなことを打ち出されたので、それがまあ走行しているというのが一つの原因でしょうか。というふうに私は思っています。沖縄県との違いが出ていると。要するに感染者 の, その増え方が、比率が下がってきているということでよろしいわけですよね。そうですね、はい、増加幅が減少してきている。分かりました。もう 1.25 ぐらいじゃないですかね。先週出た、前回 の,、うん、最多の数字と、昨日公表した1604だっけさんが、1.2 とか 1.2 台になっている。週ごとに下がってきているということですね。それと今後の対策ですけれども、もうやれることはすべてやっているといいますか、というご認識かもしれませんけれども、あえてな夏休みシーズンでもありますし、何かなさるか、はい、あるいはそのメッセージがありましたら伺いたいです。ちょっとこれはまた対策本部会議を経て決めなきゃいけないことなので、決めきっているわけではないですけれども、これまでは島根県内の感染者数というのは人口対比で少ない。それに対して、一般的にその県外はその島根県より高い感染者数が多いという状況でしたので、そことの、高い地域との交わりを提言するという意味で、まあ、往来の自粛とか、帰省の自粛とかということをお願いしてましたけれども、まあ、今回は今、どっちかというと逆というか、逆ですよね。島根県の方が感染者数が多いわけですので、感染を持ち込まないようにするために規制を避けてくださいとか、往来を自粛してくださいということっていうのは、その感染者を減らす、増やさないっていうことのために必要じゃない状況になっているので、特段の要請は多分しないことになるんじゃないかと思います。それは感染者数が高い水準だからっていうことに伴ってなので、私が希望していた形は全くないですけど、県内も収まっている、全国的に感染が収まっている状況で、規制をしてもらうというのが理想だったですけども、違う形でありますが、規制を
自粛してもらうということについては今のところ考えて、まあ、いないという状況ですね。はい、どうぞ。参院長新報です。話題ちょっと変わるんですけども、JA島根がその非育事業からの一部撤退の方針をまあ示していることに対して、まあ、本日大地郡の3町の皆様がまあ知事の方にも要望されていらっしゃると思います。実際にまあ撤退するかどうかは別として、こう県としてもその非育事業にまあ積極的に関わってほしいというふうに旨の要望だったと思うんですけども、この点について改めて知事のお考え伺えればと思います。よろしくお願いします。いや、まず JA から JA からも関係者に対して丁寧に説明してもらう必要があると。その上でその大地郡の中でその大地郡の、まあ、3町と、その JA の大地の地区本部の間で、このしっかりと話し合ってもらうということで、そういった過程の中で、具体的な方向性が早期に示されるように県としてもサポートしていきたいという考え方です。はい、はい、はい、どうぞ。すみません、 NHK の奥野です。よろしくお願いします。新型コロナの関連で先ほど夏休みという質問もあったかと思うんですけれども、はい、県内多くの小中学校で夏休みに入ったということを踏まえて今後の感染の推移についてなんですが、先ほどこの2週間ほどはちょっと増えるかもというお話があったと思うんですけれども、夏休みになっても学校は閉じる一方で行動制限はない夏休みになる中で、県内の感染状況をどのように推移していくと見られているかお伺いできますか。まあ、分かりませんね。学校が閉まるという意味でいくと、その学校で感染が広がるというリスクは、それはその分減りますよね。でただ、子どもさんがその休みの中でどういう行動をするかということで、それは子どもさんがずっと家にいるわけではないので、まあ、そこでの別の感染リスクが生じますから、まあ、そこの、その綱引きというか、どっちが大きいかと。ことになるでしょうけど、通常で考えればやっぱり50、いやその20人とか30人とかっていう単位でクラス行動をするっていうことに比べれば、そういう大集団で1日この生活するってことは普通の休み、まあ、夏休みの中ではないでしょうから、まあその普通に考えれば何ていうんですか、感染のもとになる接触機会自体の、まあ、減る方向になるんじゃないか、学校、まあ、その小中、まあ、小中高の世界ですね。まあ、ただ保育園は基本的に夏休みも何もないですから、まあ、そういう意味では子どもさん方全般について生じる話ではなくて、まあ、小中高生でのその感染の、まあ、増要素が一部減っていくということでは、感染を減らす要素になる可能性が高いんじゃないかというふうに思います。はい、はい、どうぞ。すみません、これも常識的な問いになるんですけれども、第7波を乗り切るための、4回目のワクチン接種ですけど、これ、医療従事者とか、あるいはその介護従事者、はい、急がれるという。はい、もあると思うんですけど、島根県においてはどのようなお考えでしょうか。まあ、それはワクチンが確保され次第、病院なり施設に供給をしてできるだけ早く進めていきたいというふうに思っております。できるだけ早くということですか。そうですね。で、まあ、ただ医療逼迫しちゃってるとそんなことができなくなりますからね。やっぱり感染を抑えていく、だからワクチンの4回目接種の対象を広げるというのは、速攻薬にはならない。まあ、一応広げるけれども、まあそうということですね。はい、多分まず打つまでに時間、ある程度の時間がかかる、でそれから、それで免疫力が上がっていくのは、多分2週間ぐらいかかるのかな。なので、まあ、すみません、来週再来週の感染を抑える力はないですよね。
今すぐやったとしても、医療逼迫を避けながらその4回目のワクチンの準備をするという。多分島根県内でいくと、多分そのコロナの感染者の対応のために、その医療従事者とかその施設の職員の方への接種が、あのものはあるけど進まないということはないだろうと思います。ただ他の地域は分かりませんよね。あの医療逼迫、深刻な医療逼迫が起きているところでそんなことができるのか、あのその円滑にできるかどうかというのは一つの課題でしょうね。まあ、県内はあの物が届けばあの、まああのまあ、スムーズに進めることができるというふうに見込んでいます。というふうに、まあ、心がけるというか目指していくということですね。はいはい、その他ご質問ございますでしょうか。はい、すみません、中国新聞の松本です。移動の自粛のことなんですけども、陽性のことなんですが、今県外の方が少しずつちょっとこう感染状況あの悪くなってきている状況にあると思うんですけども、今後一応その選択肢としては、考えておられますでしょうか。まあ、分からない、まあ、排除はしてないですけど、まあ、なんというか、結局あの、私はこれまでもそうしましたけど、あの帰省の自粛をお願いしようと思ったら、もう今の時期から言っておかないとダメなんですよね。あの、まあ、車で帰るっていうんだったら、まあ、その場でキャンセル、まああの、キャンセルするものがないですけど。まあ、飛行機を取っていたり、まあ、JR の切符は払い戻して数量、それはいや、でも特急券はそこそこかかりますからね。だから、まあ、ちょっと直前に行って、いかほどの効果があるかっていうのはあるので、であと、まあ、ちょっとまさに状況次第で、まあ、完全に排除しないですけど、完全には排除しないですけど、今のところは考えてないという、まあ、それでも今の数字を前提すると、まあ、よそから来てくれるなっていうふうなあの感染水準はでは島根県はないので、どっちかというと島根県から来てくれるなっていうふうに、まあ、言われかねない、まあ、状況ですから、あの、まあ、そういう呼びかけはあまり意味がないっていう、まあ、そう数字が変わってくればその判断が変わる可能性はありますけどね。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。日経新聞、鉄丸です。昨日松井さんの方が参院合議員さんと SIB のソーシャルインパクトボンドの、 あの研究をされることを覚書を締結されましたけれども、島根県でも SIB について何か考えていることありますか。なんだっけ、ソーシャルインパクトボンド、すいません、あの考えたことが今のところない。成果法、成果、あの民間、公共今あの自治体がやっている事業を民間に移譲する、民間でやってもらうっていうことなんですけども、民間それを成果のによって報酬を自治体側が払っていくっていう仕組みなんですけども、今結構あの自治体の間で注目されている、仕組みなんですけども、私は基本的にはですね、あの初物食いはしません。あのトップラン、あの島根県ってあの財政的余裕がないので、あのトップランナーであの風を受けながら、あのなんていうか、そのいろんな課題をあの最初に解決していくとか、失敗をするリスクを負う余裕がないので、私は基本的にはあのよそがやられていて、まあ、いろんな課題がある、まあ、それあってもそのあの十分なメリットがあると、で我々もできるというふうにその、まあ、考えられるものであれば、
やるつもりですけど、まあ、それをなんか早くやっていこうというのは、私、基本的に私個人は全くないんです。早くやることについて、早くやることについても全く私はメリットを感じなくて、着実に成果を出すことの方が大事だと思っているので、まあ、そういった意味では先行事例の、まあ、苦労したところ、まあ、正直はっきり申し上げると、大体いいことしか書いてないので、いいことしか書かないので、その点、新しい話というのは、まあ、実際はでもそう簡単に、まあ、いろんな汗かかないとできないとか、いろんな話がありますから、まあ、それはその実際に本当に広がっていくかどうかなんですよ。その全国初でも、よそが続くところがないということは、つまりはそこしかできないことなので、それはやっぱある程度、その我々のようなところでもできているとかっていうことになると、だいぶハードル下がりますけどね。だから私は松江市さんの場合はすみません、市町村の市の中でいうと、財政力指数は多分平均よりずっと上だと思います。島根県は所詮一番下なので、そういうその初物 を取り扱う余力は一番ないところだと思ってますので、そういった意味では人より遅れてもいいので、こうなんかその失敗のリスクなく成果が出るものをやっていくっていう考え方なので、まあ、松江市さんが取り組まれる状況を見ながら取り入れるかどうか考えていくっていうことになるんじゃないかなというふうに思っています。残念な答えです、すいません。もう一つは債券の発行の仕方として、はい、SDGs 債とか発行される予定とかございますか。SDGs 債って結局何ですか、その ESG って何だ、その何だっけな、結局投資家がどういうふうな尺度で評価するかっていうことがはっきりし、多分投資家は SDGs 債ですって自称で言ったところで相手にはしてくれないので、多分その国際的な認証基準とかその何かをクリアしたものでないと多分投資家は相手にしてくれないと思うので、まあ、そういう基準があるのかどうかで、それが島根県がクリアできるのかどうか、確かなんだっけな、ESG とか、まあ、そういうジャンルはありますよね。だからまあそれが SDGs になるのかもしれませんけど、 SDGs ってはっきりでそのいっぱいありますからね。多分ESG で多分半分ぐらい該当するんじゃないかと思いますから、まあ、まあでもそれは最後は確か結果を結果検証のレポートをちゃんと出すっていうのが多分大条件、前提条件だと思いますから、まあそれも含めて高知県とか徳島県がやるようになったら考えるって感じでなるんじゃないかな。ありがとうございます。はい、どうぞ。すみません、1点だけ、参院放送の入江です。1点だけ確認させてください。先ほど JR の輸送密度についてなんですけれども、大きな方向としては当初議論が始まった、段階よりは改善しているというふうにおっしゃってたんですが、その心をちょっと説明していただけますでしょうか。いや、だってもう観光船の時はもう経営問題として辞める前提で、まあ、議論が始まって、で、政府は全く関与せず知らんぷりして、まあ、県も知らんぷりだったというふうに地元市町から言われるかもしれませんけど、まあ、そういう形でその大きなその権益を超えるような大きな会社と小さな自治体が協議するとは言いながらも、事実上はもうこうしきれないという構図の下でその廃線が決まっていった。まあ、避けられたかどうかという話はありますけど、まあまあ、非常にその結論ありきでのその協議スタイルだったことに比べれば、まあ、損廃を前提とせず、まあ、廃止を前提とせず、政府も入って、おそらくまあ県も入りますわね、まあ、そういった形で、なんていうんでしょうか、JR という大きな会社と島根県とか、まあ、そういう形だけではなく、まあ、私からするとその
政府が主導してっていうのはおかしいんじゃないかと申し上げたのは、政府は多分行事役だと思いますよ。中立の第三者かどうか別にして、やっぱりその利害が、JR と、地元がどうしても、特に廃止したいと思っている場合には、廃止をしたいのと、廃止をしたくないので、全く利害が対立するので、そういう意味ではその、そのどちら側にもつかない三者から、第三者的に見て、政府がどういうふうに見るかっていうことを参考にしながら、物事が決まっていくっていう方が、まだ議論の幅も広がるし、そういった意味でその、我々からするとそう押し切られるのが明らかな構図で協議が始まっていくっていうことを避けることができているっていう意味で、改善してるんじゃないかっていうふうに思ってます。割と基準も1000人未満ということでかなり厳しめのところが切り捨てポイントになってきたっていうようなのもちょっと一安心でしょうか。JR の2000人に比べれば、それは2000人よりは1000人の方がいいですからね。ただ、島根県の場合はそれで該当する地域があるので、2000人だったから安心とは言えませんから、それで問題が解決はできてない、できないというところが厳しいところだと、緊張感を持って対応しなきゃいけないと。いう認識です。ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。知事よろしいでしょうか。それでは定例記者会見終了させていただきます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。